はい、じゃあまた、今日竹蔵チャンネルで今日はですね、だいぶ見てもちょっとね大きくなってきたんで、花も咲いてきたんで、全然素人ではあるんだけども、昔やってたんで、こう芽かきとかちょっといろいろね調整していきたいと思います。ちょっと、見ながら行くんですよね。これ日替わりでヘチマはまだちょっと頑張れって感じね。これすごくない？これズッキーニはだいぶもうでかくなって、これ花が1個で大きいのが、これかぼちゃからなのでどんどん広がっていきます。ただこれここがポキッとなったら終わりなので、ちょっとここね固定しました。でこれ枝豆ね、枝豆の分断はまあほっときゃなんとかなるでしょう。ちょっと気になるのがね、この葉っぱが虫なのか病気なのか、これはちょっと気になるんだよね。でここからです。ピーマン、これがね、ピーマンとかは最初の花の下の脇芽って言うんだけども、ちょっと見れる？でも全部は出てないね。最初に花が咲いて、その下の2本を伸ばして3本立てにするっていう、なんかそういう決まりじゃないけど、そうするといいっていうのがあるんで、これなんかいいね。脇芽ってほら、こっから出てくるんだよ、これをね、取っちゃうのよ。もったいないけど、そうすると栄養が、余計なあれがいかなくて、で、ある程度伸ばしてから3本にこうするっていう。で、これも、ここも花、つぼみがあるので、この下の2本ぐらいをこう広げていくっていう感じで。で、次がこれ、シソ。シソは大体伸びてきたんで、シソの場合はね、この一番トップのこれ摘心って言って、これを取ると、次からこの逆に脇芽がどんどん伸びてくるので、これからどんどん出てくると。でパセリはまだもうほっときゃいい。ここにブロッコリー、カリフラワー兄弟がいまして、でこれ芽キャベツかな。芽キャベツはね、なんか調べたら今の時期じゃなくて、もっと秋に収穫みたいな、時期が違うかもしれないけど、まああります。でキュウリはね、いろいろ作り方によって変わったんだけど、キュウリは30センチか、まあ、5節、ここがこう1、2、3、4、5ってなるまでの間のものは全部取っちゃうと。もったいないんだけど、花も取っちゃうと。花は、いいや、取っちゃえ。なんか、オスだかメスだか、どっちだかっていうんだけど、なんか、なぜかというと、今の時期はこう伸ばしたいのよ、上に。だから横に行く部分は今はもったいないけど取っちゃうっていうことで、まあ素人なんでね、違ったら教えてください、誰か。でこうね、取るとね、こう水が出てくるんだけども、晴れた日の早朝にやりなさいってよく言われるんだけども、この乾くようにしてくるね。よいしょ。でこれももったいないけど、まだ君たちの、これね、本当はもっとちっちゃい時に取ればいいんだけども、ちょっと上に伸ばすために取っております。でトマト、ナス、ピーマンは同じで、やっぱりこの花が咲いたらその下のところの2本を横伸ばすので、その下にあるところは全部取っちゃう。出てねえな。よいしょ。これなんかそうですね。こういう脇芽は取ります。で、これもそうだね。これも横に出てるやつは、これも脇芽だいぶ大きくなってるのも取りますと。下の方で横に広がらないように、ある程度高くしてから行くようにっていうことなんで、これはでも、これあれかな、花の下のこれ残しとこうかな。これまだちょっとちっちゃいね。これまだの感じで、はい。でこれ雑草じゃなくて、ディルの種巻いて出てきてます。なんかね、これ分かりにくいけど、最初2本のこれなんだけども、線香花火っぽいのが見える、これ。
こんな感じに出てくるのでね、これは伸ばしていきます。で、俺気がついたんだけどさ、この庭って結構さ、これさ、みかんじゃない？これみかんの花だと思うんだけど、でね、ちょっとニャンの匂いを嗅いでみて、俺ね、このこれ見て、さっきちょっとね、結構ね、感傷に浸ってたんだけど、匂いわかる？みかんのね、新芽の匂いなんだけど、伊藤の匂いなの、これ伊藤の匂いなんですよ。私 の生まれ育ったね、静岡県の伊東市はこういう匂いするんですよ、こういう匂いが、ね、で、これみかん、何のみかんかわかんないけど、後でお母さんに聞いてみたいと思うんですけども、じゃこんな感じで、あとはちょっとマタハチ、アリ地獄のマタハチに挨拶に行って、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。